大人の世界にようこそ。運命の11連ガチャ、11連ガチャ3回のおまけは初ゲット保証ガチャということで、なんとね、11連ガチャを3回、まあ、つまり150玉も使うんですけども、それやれば必ず初めての星5が出るということで、フェイスフラッシュ筋肉マンだったり、あの悪魔将軍だったりがかなりの確率でゲットできるチャンスがあるということで、これはぜひやってみたいと思います。はい。で、まあその前にね、いつも通り運命の5周年のね、保証ガチャの方やってまいりたいと思います。はい。2体ずつ出てくるみたいなんで結構いいです。はい。はい。ちょっと音上げよう、うん、ちょっとテンション上げるために。はい。はい、これはもう持ってます。はい、いいです。でね、まあメインのこれね、やりたいとこなんですけども、ちょっと先にこっちですかね、やたら溜まってる運命のご褒美サービスガチャ第2弾っていうのね、もう途中からもうね、100超えた時点でもういいかなと思って、あの毎日教習とかやると10枚ずつもらえるんですけど、もういいかなと思ってもう集めるのやめました。だからもう回しました、ね。はい。だんだんめんどくさいのですね、これやるのがね、なんか教習が。現在ね、いろいろシレットビンゴまでもう始まっちゃったりして、もうね、あれやこれやでもどれやっていいか分かんなくて、もう忙しいんですよ。そんなね、いろいろやったら、そんな時間ねえんだよ、こっちは。サラリーマンなんだよってことでね。やる暇ないんですよ、本当にこんなの。はい、じゃあ、どんどんやっていきましょう。うん。これでね、逆にね、でも星5出ちゃうと、うん。まあ、本番でね、こける可能性があるんで、いいです、いいです、これは。うん。むしろもう、もうかぶりばっかりかよぐらいの感じでね、言ってくれても全然 OK です。はいはい、かぶりかぶり、はい。うん。はい。まあね、あの、でも今までも、あの、初っていうか、持ってないかぶり、何？初めての超人っていうのはありましたっけ？あ、アップしましたね。はい。初めての超人保証っていうガチャありましたっけ？私の記憶の中ではちょっとないんですけど、もしかしたらあったかもしれないんですけども、私はちょっと今まで 初経験かなって感じで。いいですね、これね。絶対被んないわけですから。まあ今は被ってもね、あの、絆覚醒追加とか、あの、絆のね、底力とかっていうので、被ってもまた救済措置でね、うん、まあいいかなっていう感じでね、うん、3体4体いいですよっていうパターンも結構あるんですけども、うん、ただそれもね、まだ一部の超人のみなんで、これからどんどんまあ、そういう超人増えていくとは思うんですけども。まあね、それこそ、初期の頃からマッスルショットやってらっしゃる方はね、うん、もうね、10体ぐらい持ってる超人もいるよっていう星5ね、多分いると思うんで、もうシルバーだらけ。うん、いいよいいよ。全部被ってますよ、今のところ。ね、すごいですね。ドンガブリもいいとこですね。101回比で、お初めての、はい、ストップ、はい。ここはまあでも、お、なにこれ、あ、こんなのあんの？秒の殺し屋ラーメンマン、はい。こんなバイクマンみたいな格好して、あ、バイクマンと戦った時のやつだっけ、これ。はい。あの、王位争奪戦の時ですね。はい。まあ、初めての超人がやっと1体出ましたけども。うん。お、止まった。はい。なんだ？運命のゴージガチャ、何が出るかよくわかんないんですよね。あの、ラインナップも見れないんでね。はい。あ、サンダー。あ、これは持ってますね。はい。ちょっと、うん、まあ、よくわかんないですけど。あんま使ったことないんで、ちょっと記憶が薄いですけども。サンダーでよく使うのは、やっぱりね、金の光属性のね、あれをよく使いますね。勝手に回復する、毎ターン回復するやつね。あれはもう、マッスルショット始めたばっかりの頃に、新規超人として出てきて、それゲットしてたんで。今はもうね、だってチケットでもらえる超人になっちゃいましたからね、あれね。絆の底力からも追加になったんで、確かね、3体か4体ぐらい追加になると、どんどんアビリティが増えていって、ね、かなり使える超人に。はい。さあ、あと1回ですね。はい、これ、覗いてやと1回。はい。でも、金の排出率悪いですね、今回は。まあ、うん。これも全て本番のためにということで。はい。どうでもいいバリアフリーマンとかね、出て。はい、いいんです。はい。全ては本番のために。はい、ラスト。はい。
はい、ラスト真ん中行こう、はい、なぜか真ん中行こう、うん、さあね、ついにすぐるね、筋肉マンか悪魔将軍が手に入るのかということで、まあね、その辺はちょっと引く前にね、ラインナップの方もう一度確認してみたいと思いますけども、はい、これで全て引きましたね。はい、無料ガチャの方引き終わりまして、いよいよ本番です。スペシャルガチャ、はい、これはね、150玉で1人1回限りということなんでね、じゃないとだって何回もね、俺1000何玉あるからってもう星超人出るまで引いてやるっていうね、そういう強者が出てきちゃうんで、まあそれはそれでね、まあある意味いいのかもしれませんけども、まああくまで1回切りということで、はい、もう一度一応ルールをおさらいすると、初回はただの11連で何の保証もなく、2回目は11連で星5保証のシングルガチャ券が1個つく、そして3回目は星5保証のシングルガチャ券がついて、しかもそれは絶対に被ってない初ゲット保証ということで、これはいいですね。そしてラインナップです。はい、ザマン、はい、持ってません。これね、これ見る限りね、全部持ってないんですよ、これ。だから、どれがね、ね、このシルバーマンも持ってないし、ザ・ニンジャも持ってないし、これはなんだ、これ。あー、ソルジャー持ってないわ。だからね、将軍もね、スグルも欲しいんですけど、他の人が出る確率もある。ということで、もうこれギャンブルですね。ただ、まあ、うまく2回目とかに、シルバーマンだったり、ソルジャーだったりね、ザマンだったり、ザ忍者が出てくれれば、3回目によりね、激アツな状況で、スグルか悪魔将軍が出る確率がさらに高まるということで、行ってみたいと思います。はい、1回目、200玉あります。最近ね、いろいろやったんで、10%。はい、星5確率は 10% です。あ、ペンタゴンもいんのか。ペンタゴンでも使えるんですよね。アトランティスの2000万パワーのやつ。アトランティスでもよく使う。あ、2000万パワーだっけね。ペンタゴン、ザマン、あ、マリさんまでいんの？そして将軍ですよ。はい、ソルジャー、ザ・忍者、ジャクリン・マスルのクリスマスは持ってる、シルバーマン、あと、夏子も持ってる、サンシャイン・アシュラマンも持ってる、グレート持ってない、ソルジャー持ってない、二階堂リンコ持ってない、ネメタツ持ってる、マンモさんは持ってない、あ、持ってないの多いぞ、これ。あ、これ危険だぞ、これ。スカーフェイスとか持ってるけど、でも、0020なんで、これ上の超人と比べると、ああ、一緒なんだやば、均等じゃねえかこれ確率。ああ、これなんか、ビビンバとかも持ってないよ、これ持ってないの多いよ。ミディアムレアも白黒筋肉マンも持ってないしさ。ああ、これはこれで、ここでウルフマンと来たらさ、がっかりだなここでこの子供筋肉マンとか来ちゃったらさ、まあ、持ってないんだけど、みたいなさ。いやいや、絶対引くんだ、今回は。今回引くよ。はい。というわけで、運命の1回目、超人ナンバー50玉、いきます！まずここで演出してくれれば、星5確定！グイッ！グイッ！ああ、来ないか。まあ、10% ですからね、はい。首投げ！ガモン！よし！金見えるよ。金4つぐらい見える。ブロンズ2個、ブロンズ2個、やばい。やばい。ストップ！何？あー、やばい。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 どっか止まる。ブロンズストップ！あー、1回目。1回目ゼロです。はい。あー、な、保証ない。こういう保証あるときってさ、保証ないときって出ないんだよね。あー、やばいな。これ一番最悪のパターン、2回目保証のやつ1体、3回目も保証のやつ1体っていうので、150で玉使って2体っていう最悪のケースなんで、それだけは避けたいな。はい、やめてくれよそれは。いきますよ。くっ、あ、何も来ない。ちょっと首投げが怪しいんで、じゃあ真ん中行こう。あえて真ん中、はい、一体は出る。ラストに多分一体がついてくるのかな。シングルガチャ券かな。おお、金すごい、金4個も出たよ。ストップ、ストップ、あれ、え、ストップ、よし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 、なんだなんだ、
ジャスティスマンかー。いや、うーん。はい。ストップあら。うーん。4体出たけどね。新吉本チーム、ジャスティスマン。はい。いやー。4体。はい。で、これでさらに、シングルガチャ券もらったんですよね、きっとね。はい。まず、3回目引こうかな。いや、ここでもうアイテム確認しちゃおう。ん？シングルガチャ券で。あ、運命のこういうチケットでもらうんだ。はい。チケットもらいました。はい。ということで、2回目4体出ましたんで、ラストです。ラストは、星5星をシングルガチャ券初ゲット保証ということで、はい。ただここでもね、数を欲しいな。さっきみたいに4体みたいに。はい。いきます。ここで最後にね、演出なんか来たら最高ですけど、いきます。激アツなんだが、また真ん中行こう。ゲームイン真ん中で。真ん中が正解なのかもしれない、今回は。よし！あんまり金ないぞ。どうなんだ？ 1 個 !2 個 !2 個2個2個はいはい !2 個ストップ！お、しゅ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 よしよしなんだなんだオメガマンオメガマンこれ1個前のオメガマンだな。前回のは一番新しいやつで。はい。ストップ！よし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 なんだなんだアリサだってここでアリサアリサってうわでもなあ初ゲットがここでもう出ちゃったっていうことでこの2体は消えたわけですからよりこれでね将軍とスグルに近づいてきたということではいでこれ保証保証ってどこで引けんのこれえもらったんじゃないのえなんかこれちょっと待ってルールよくわかんねえぞええいや、来てなかったぞ、何も。メッセージないんだけど。今頃来たらびっくりした。遅っ。6分前。毎日ガチャ券くれるんですよ。ここに。今来たよ。はい。じゃあ受け取ります。よかった。まだ終わってなかった。はい。じゃあ、というわけで、こっちですね。これですよ。初ゲット。これ、これ、これ、これ。ここに絵描いてるやつ、どれも持ってないんでね。もうわかんないですけども、もう信じるしかないですね。はい。強いて言えばやっぱりスグルかな、欲しいのは。ねえ、これがいるだけでもね、いろんなところ楽になりますから。はい。フェイスフラッシュスグルちゃん欲しいです。はい。行きましょう。くっ。今日は真ん中調子いいから真ん中。初ゲット確定なんだおすごい色すごい色かっこいいかっこいいスグルはスグルでも持ってないけどねってこれ絶対言うと思ったよこのセルが持ってないんだけどねってこっちかーいはーいというわけで確かに初ゲットでこれですよ。うん。何でしたっけ？ナンバーワンになってやるってやつね。うん。電流、落雷、巻き菱、誘爆耐性の、これでしたか。ということで、今回もまたね、フェイスフラッシュスグルは出ず、将軍様も引けずということで、またお預け食らっちゃいましたね。ただ、まだ、全部引いて超人玉まだ50個ありますし、今ツアーもやってますし、まあ、シルエットビンゴとかもあるんで、またやっていけば、またすぐね、100玉ぐらい楽に貯まると思うんで、またね、コツコツと貯めていきたいと思います。はい。じゃあ、というわけで、本日は、運命の11連ガチャ、5周年記念のね、引いてまいりました。まあまあの確率で出てくれましたけども。はい。じゃあ、というわけで、本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。